はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビージです。では今回はギルンの野望セガサターン版ジョン軍プレイ続きやっていきたいと思います。前回はマドラス基地インドをね攻略しました。ここには連邦軍のモビルスーツ、陸戦ガンダム、陸戦ジェムが配備されていてかなり手こずりましたが、なんとかね攻略を完了しています。連邦軍ももうモビルスーツを実戦にだいぶ投入してきてますね。で今回その続きでですね、トリントン基地、オーストラリアトリントン基地の攻略を行っていきたいなと思うんですが、ここはですね、陸路で行くことができないので、モビルスーツを運ぶか、もしくは水陸両用のモビルスーツを投入していく必要があります。で水陸両用のモビルスーツ、ズゴックをですね開発するためにお金をだいぶ使ってしまって、今回モビルスーツを作ることができないですが、やっぱりモビルスーツの数、特にドム、これが必要になってきますので、しばらくですねドムの量産、ガウ、そしてズゴックの開発の、これの完了を待ちたいと思います。では時間を進めていきましょう。ただ待ってるだけというのもね、なんなので、しっかり敵のね部隊は叩いていきましょう。木馬追跡任務中のランバラル隊から連絡です。報告します。ランバラル、我々ランバラル隊は太平洋上において木馬を発見し、ザンジバルでね地球に降下してきましたからね。木馬の戦力は想像以上です。しかしなぜかは分かりませんが、奴らの戦い方はまるで素人です。何か秘密があるのではないでしょうか。うん、ランバラルにはドームを送ってあげたいんですが、ドームの開発完了しているのでそれが可能になってますね。ドームを送れるように、手配をね、選択肢が出てきた時にはしてあげたいと思います。では今回は、人事を発動して、その後ドームの生産を開始していきます。各地で連邦軍の反攻作戦が始まっていて、オデッサ、北京、この辺りにも敵がね攻め寄せてきているという状況が見て取れるので、もう本当に不運気をつけるというかね、予断を許さないという状態になってきてますんで、しっかりとね戦力を配備して、これに耐えられるように、特にドームが量産されるまでの間ですね、耐え忍んでいきましょう。じゃあ忘れないうちにまずドーム生産していきます。ドームとガウですね。まずは先にガウを作りましょう。ガウ結構資源食うな。ガウ2機ほど、そしてモビルスーツはもちろんドーム、これを量産します。これでお金も資源も底をついたか。北京で生産するだけで終わっちゃいましたね。ドームがここに、3つって言ったらいいのかな、3機というところですね。ちなみにシャーもね今ドームに乗って北京に向かってもらってる、まさにその途中です。ランバラル隊より緊急連絡です。回線回します。申し訳ありません、木馬の戦力は予想を上回り、我々は手痛いダメージを受けました。このままの戦力では木馬を打ち取ることはできません。ドームを送りましょう。戦力の補給が必要です。ランバラルをもってしても苦戦するとは、木馬の力侮れんな。新型モビルスーツドーム1個招待を送ろう。ドームならば V 作戦にも引けを取らないだろう。いいだろう兄貴。イエス、これね、ドームを送らないとランバラル死んでしまうようなんで、ドームを送ります。すまない、ランバラル隊にドーム1個招待派遣する。ドズル兄さんは支援のためにドーム1個招待を使うというのですか。ドーム1個招待、それだけの戦力ならば2700かかりますからね、かなりのリソースにはなってます。ランバラルへのドームの支給はお取りやめください。いやー、これドズルを取るのかキシリアを取るのかというところなんですけども、もうここはね、ランバラルを失いたくないので、キシリアはねドームを送るなと言ってきてますが、これはドームを送ります。よってキシリアの進言は退けましょう。すまない、ドームならば必ず木馬を倒せるはずだ。これ以上優秀なパイロットを失うわけにはいかない、そういう側面もありますのでね、では資源が3800、お金が8200となっているので、今回は研究で
モビルスーツの技術支援、ちょっとお金を投入しておきます。まあ、今後のためにというところかな。もしくは開発で、どうしようかな。リックドームも早く欲しいしな。本当に悩ましいですね。ズゴックも早く欲しいんだよな。いや、ズゴックのために4000使おう。で、残りはドームとガグを作っていきます。お金の話ですね。では3連星にはドム、シャアもドムに乗ってますので、ドムの力ちょっと見てみましょうか。ドムがどれほど戦えるのか、かなり期待はしています。ここに3連星のドムを派遣しましょう。北京から出撃してですね、マドラスに移動しつつ、途中ガウで回収というのもありですかね。なので、まあ、どちらかというと、マドラス基地でガウ攻撃空母、これを作りたかったが、お金がない。まあ、次のターンに持ち越しかな。ガウを最低4隻ぐらいは欲しいかな。ガウ1機に対して、モビルスーツは3機しか、まあ、搭載できないというのがありますので、どうしても数で言うとですね、1機の、ガウだと、モビルスーツ3機しか輸送できないんですね。それってかなり、まあ、しょぼいというか厳しいというか、まあ、そういう側面があるので、まあ、なんとしてもですね、ガウの数を確保しておきたいと思います。ドムは移動距離もむちゃくちゃ優秀ですね。2ターンで北京からマドラスインドまで移動できそうです。ホバー走行で時速マックス270キロとか確か出るっていうのを何かの資料かなんかで読みましたけど、そう考えると本当に、まあ、優秀な機体ですよね。案外部隊は先遣隊としてマドラスの方向にもう移動を開始してもらいましょう。あ、ごめんなさい。トリントン基地の方に移動してもらいましょう。で、北京は北京で一応ね、一定数の守備隊は残しておきたいので、一定数の守備隊を残して、残りは、水陸両用モビルスーツ、ゴッグと案外の部隊は、先に、トリントン基地、オーストラリア方面、東南アジア経由して向かってもらいます。で、ガウの方はドムを乗せたいので、ドムに追従していきましょう。今、だから戦場は、まあ、タイとか、まあ、ミャンマーとかこの辺りが主な戦場になってますね。タイももう全然1年ぐらい行ってないですね。タイに1年行かなかったことって多分この10年なかったんじゃないかな。あ、これジャブローから部隊が北上してきてるな。メキシコシティで絶対迎え撃たなきゃいけないな。一応ここにはジョニー・ライデン残してあるので、ジョニー・ライデンでなんとか踏みとどまってもらうっていうのが、まあ、考えられるプランですかね。ニューヨークの方には敵の部隊あんまり寄ってきてないようなので、まあ、グフとかを、まあ、念のためにカリフォルニアに送っておきましょう。そうか、ザクワンとかもこういうの廃棄するっていうのはありだな。で、資源を回収する。もうザクワンとか正直言って使い道ないからな。ザクワン、地上に残ったザクワンはもう全部廃棄して、それでガウを作りましょう。これでガウ一機ですけど作れました。御の字。さらにドム欲しいなぁ。ドム欲しいよ。ドム欲しいけど、資源、1000。あと1000回収しなきゃいけないのはちょっと無理だな。戦力が枯渇しつつある宇宙でもやっぱりザクワンを、
廃棄して、その分ですね、資源確保したので、やっぱりここもガウ作りましょう。でトリントン基地を取ればまた資源の採掘量も増えるというものだと思います。いや本当に連邦軍の反攻が本格化したなっていう、各地で同時並行的に起きてますからね。さらに宇宙にもね、まあ、相変わらず HLV 打ち上げてきてるんで、宇宙の戦力も本当にきつくなってきてるんですよね今ね。ではここドムの戦いっぷりちゃんとしかと見届けましょうか。どういうことになってるのか。見えるぞ、私にも敵が見える。シャアの乗るドム、ガンタンクがいるな。まあただガンタンクといえどもこのドムの前にはどうだ、いける、これならいける。まあシャアが乗ってるっていうのはありますけどね、まあ、ドムはやっぱり強い。これだったらトリントン基地倒せるかもしれないですね。いや PS5 がねちょっと買えそうにないので残念なんですよね。一応あのソニーストア、まあオンラインのねソニーのオフィシャルショップで抽選申し込みしていたんですけど、まあ安定の外れでしたね。あのソニーのショップでは、まあ、ソニーストアを使ったことがある人に限り抽選に申し込めますっていう、まあ、まあ制限というかね、設けていたようなんですけど、そこにねあの購入金額に応じてレーティングを上げるとかそういうね要素があったらより嬉しかったんですけどね。お、ランバラルだな。ランバラルより緊急連絡です。ドームを回したんだ。回線を回します。我々ランバラル隊はついにガンダムを倒したというわけだな。撃破に成功し、木馬と2機のモビルスーツのダッシュに成功しました。ただ残念なことに木馬の乗組員たちを捕虜にすることはできず、結局 V 作戦の秘密は分からずじまいです。開発部より新兵器の開発が終了すると、はい、これはズゴクかな。報告がありました。内容見ていきましょう。開発完了したもの、敵国開発プランが完了したんだな。いきなりホワイトベース、いやこれホワイトベース手に入れられるの大きいな。開発予算4000円ちょっと今すぐ割くのは難しいですけどね。ズゴクの開発完了してますね。ズゴクも作っていきましょう。これからトリントン、ハワイ、そしてねベルファストと攻略戦続きますからね。あとはガンキャノン、ガンタンク、これらが木馬を捕獲したことによって開発プランとして提案されています。ランバラル隊も戻ってきたので、これ全員ドムに配属しましょう。これでだいぶ大きくなったな。あとシーマもねザクからドムに乗り換えてもらいます。ノリスもドムかな。まあ、シムスは技術士官なので使い物にならないで置いといて、アコースコズン、この辺りもドムに乗ってもらいましょう。で捕獲したホワイトベースも早速どうだろう、マドラスあたりに下ろして、トリントン基地攻略戦に向かう戦力として投入してもいいかもしれないですね。だいぶ数が増えてきて安心感が出てきたな。あと道安あたりもドムに配属して、一部はね今宇宙のザクバンを廃棄してモビルスーツのアップデートをかけているところなので、全員配属しちゃうとそれはそれでこの後宇宙船がきつくなるので、一旦これくらいにしておきましょうか。ランバラルドムに乗る、まあそういうわけですね。ではトリントン方面に向けてドムの部隊、まあドム機動部隊と言ってもいいと思うんですけども、
ドムの機動部隊をね、派遣していきたいと思います。このドム機動部隊で、ドリントン、さらにはハワイまでね、攻略を進めたいなというところですね。ホワイトベースどうだろう。よくよく考えたら、この宇宙に残して宇宙船を指揮してもらうでもよかったかもしれないな。もう今更ですけどね。ではシャーと3連星のドンブ部隊、これガウンに乗せて、ドンブ機動部隊と称して先遣隊としてドリントン基地方面に向かってもらいます。楽しみですね。さらにね、案外異国水陸両用モビルスーツ部隊のね、先遣隊としてドリントン基地に向かってもらいます。でその後後続でですね、同じくドム、それと一部はおそらくザクの陸戦タイプ J 型になるかなと思うんですけど、まあそれらを使ったね、大部隊を向かわせたいと思います。ここでセイウンスカイ落とせたら、中に入っている3機の何かを封じ込めることができそうだな。ここは倒したいね。倒しきりたい。アザムももう向かってもらおうかな。ドリントン基地方面に向かってもらいましょう。でマドラス基地には一部の部隊は残しておく必要がありますので、一部は残します。でマドラスで少しモビルスーツダブついてるので、これをキャリフォルニアに移しましょう。キャリフォルニアが敵の攻撃におそらくこの後さらされる感じがするので、早めにね、手を打っておきたいというふうに思います。まあ、ジョニー・ライデンも一応ここにまだ残してあるので、ジョニー・ライデンなんかもね、うまく使いながら、まあ、確実にキャリフォルニアをね、守るとこういうことをしていきましょう。あとはニューヨークもまあ心配といえば少し心配かな。まあ、各地でね、連邦軍の反攻作戦始まってますので、まあ、しっかりこれ防衛しつつ、ドリントン基地の攻略をね、進めていきたいと思います。ギレン閣下、情報部より連邦の V 作戦に関する報告書が届いております。我々が木馬と呼んでいる新型戦艦の正式名称がペガサス級強襲揚陸艦ホワイトベースであることが判明しました。この船は大気圏突入、離脱能力およびミノフスキークラフトの応用と思われる大気圏内飛行能力を有しております。ホワイトベースのモビルスーツ部隊にはタイプの異なる3機のモビルスーツの配備が確認されています。我々が白いモビルスーツと呼んでいるのがガンダムです。この機体は高出力のビームライフル、ビームサーベルを装備し、シールドと装甲はザクマシンガンの砲弾を全く受け付けません。さらに対モビルスーツ戦においても高い格闘能力を見せています。両肩にキャノン砲を装備している赤い機体がガンキャノン、一見戦車のように見える機体がガンタンクです。この2体は中長距離での砲撃支援を主体とし、非常に高い火力を有しています。はい、まあ、ガンダムは持ってませんが、ガンキャノンとガンタンクは手に入れましたからね。そしてこのホワイトベース隊による実戦データの収集が V 作戦の正体であり、これに並行して連邦のモビルスーツはすでに量産化されつつあるとのことです。はい、では今回拠点の、ね、攻略戦お届けできていませんが、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回ドリントン基地の攻略を行っていきたいというふうに思います。